はい、こんにちは。ジミーです。今回のテーマはですね。相性が合わないこともある。深く考えすぎないことも大事ですよと。とそんな話になります。内容はこのようになっています。はい、早速、一つ目ですね。相性問題は確実にありますよという話です。まあ、人間関係というのは色い々ろいろありますね、えー。うまくいかずに反省するということもあると思います、えー。なぜか意図したこととは真逆の意味に捉えられてしまったよとか、えー、付け足した言葉が逆効果になってしまったとか、 あの人には好印象を与えることができたのに別の人からは全く違う反応が返ってきてしまったこのような局面に出会うたびにですね人間同士のコミュニケーションは難しいなというふうに感じますね相手への配慮ですとか自分の伝え方論理展開選択した言葉だとかタイミングですねこのようなことを思い返しながらなぜうまくいかなかったのか原因を探ろうとすることは誰にでもあると思います まあ何事も反省して改善するということは大変大事であって基本中の基本ですね。一方で、えー、原因を考えすすぎてもも仕方がないといととうことも実は多々存在します、えー、特に自分の事業の話ですとかね、えー、思っている強い話ですね、えー、就職活動ですとかあとは転職活動で自分の思いなんかをね面接で話す時もあるかもしれません。えー、そういう時っていうのはね意外と考えすぎてもしょうがないなっていうこともあるんですね。 今回は、相性は確実ににあるという趣旨の話になります深く考えすぎて疲れてしまう人は、まあ、どこかで割り切って考えられることも必要かもしれません。はい、次ですね。えー、うまくいかないことは反省の材料という、まあ、これ前提条件になりますけども、お話をしておきます。まあ、いきなり相性ありきで考えてしまうとね、それはそれで偏った考え方、まあ、偏った交友関係が促進されてしまうため、よくありません。 過度に多席の気持ちになるっていうことにもなりかねないので注意が必要ですね。前提としてはくどいようですけども日々の反省相手の立場を考えたり音パかったりするということはもう必要ですね。人間同士のコミュニケーションというのは双方がいて成立するものです。一方通行ではありません。つまりお互いに何らかの原因があってコミュニケーションの結果があるということですね。ううまく伝わらなかった場合っていうのは 相手だけでも自分だけでもなくて、まあ、お互いに改善の余地があるというふうに考えるべきです。相手の考え方や能力を変えることは基本的にはできないですね。ですから自分の言動を見直すということになってきます。まあ、よくあるケースとしては話が論理的になっていないため伝わらなかったというケースですね。 これはもう相手の理解力というよりもこちら側に大きな原因があるというふうに考えますその場合っていうのは相手がわからないと言っていた箇所ですとかそういったものを思い返しながら伝え方を工夫して改善していくっていうことが考えられますあとまあ感情が先走ってしまって余計に相手を煽るというそんな言い方をしてしまうっていうこともねまあこれよくありますこれも反省して自分の言動を直す余地っていうのは大いにあるというふうに考えられますね 逆にもう論理に重点を置きすぎてもう小難しい話ばっかりしていたために相手にとってはもうつまんないと飽きられてしまったり気持ちが全然伝わってこないねというふうに言われるケースもあるかもしれません。これいずれもですね、まあ、双方に原因があるわけですね少なくとも自分の言動っていうものを改善する余地これは大きいと言えます。まあ、これが前提ですね。 えー、これが前提なんですけども、その上で、えー、次の話に移っていきます、えー。同時期に得た2つのフィードバックというね事例を示します。これ同じようにアプローチしてもですね、もう相手によって全く異なる反応をされるっていうこともね発生します。相性の問題として捉えて良いケースはどんな時なのか、えー、まあ2つの事例を示していきます。まずですね、こちらまあ、相性の問題ではないケースっていうのもありますよということですね。 例えばまあ営業職であったとしますね。えー、クライアントに対してプレゼンをする時っていうのはあると思います。まあ、事前のヒアリング段階による分析によるとですね。A 社 B 社ともに同じようなニーズがあるなっていうふうに分かったとします。そこでまあ同じようにプレゼンをすることにしたんですね。しかし反応が全く異なるということはよくある話です。えー、実際に聞く人のタイプですとか役職が異なればこれ当然ありうる話なんですね。例えばまあ提案する相手が 社長なななのののかかか部長なのか担当者レベルなのかこれでもね当然大きく変わります社長であればですよもちろん細かい話よりも全体的な話得られる結果にフォーカスを当てて話してほしいなっていうふうに思うわけですね細かい話ばかりされていてはもう要領を得ないプレゼンだなというふうに言われてしまうでしょう一方で聞く人が担当者であればもちろんね社内で説明するためにさまざまな情報が欲しいというふうに考える傾向にあります 何を突っ込まれるかか担当者自身も不安だからですね細かい比較ですとか、えー、そういったいろんな材料があればですね、えー、自分が分析する手間が省けるっていうことがあるために、えー、ありがたいなというふうに思ってもらえるケースは多いと思いますね。このような場合もちろん言わずもがななんですけども事前に準備の仕方を変えて対応する必要がありますよね。 まあ相手がどんな人かっていうのを調べておくべきですね相性は関係しますけども取引先など事前に相手が分かっているような場合っていうのは対応を考えることは可能相手の相性この問題で片付けてはいけないケースかもしれません逆にですね相性の問題として考えた方がいいんじゃないかなっていうケースもあります相手がどのような人なのかまあわからないまま話をするケースこれは結構あると思いますね プライベートでもあると思います初対面の人と話す時なんかはね探り探り会話をするっていうこともあると思いますね。あと仕事の時なんかもねもちろんいっぱいあると思いますしあとまあ結構多いのは就活ですとか転職活動の面接などにおいてですかね自分の考えを初対面の全くわからない相手に熱意を持って伝えるという機会がね発生するわけですよね。特に自分の思いですとか考え方を伝えるようなケースでは相性も大きくこれ関係してきます。 例えばですね、えー、まあ私の場合であれば幸福感のある自分の人生を生きる人を増やすというこれをね、えー、ミッションに持ち続けて取り組んでいるわけですね。えー、これについて、えー、関連する当然ですね、えー、まあこれ、えー、知らない人に対して話した時のことなんですけども私が考える問題意識について、えー、言及したりですとかこうありたいんですとかこう変えたいんですっていうビジョンも話すわけですね。 ある人からは「あ問題意識が明確で力強いですね素晴らしいですね元気が出ましたよ」という前向きなフィードバックをいただくこともできます一方でですね別の方からは考え方が偏っているんじゃないかとかですね、えー、極端ですよとか、えー、聞いていて気分があまり良くないですと、えー、そんなフィードバックもいただきますもうそれもそのはずなんですよね今の日本の働き方ですとか組織の良くないと思う問題を正直に言いますからね えー、例えばまあ電車に乗っていいる人の目が死んででますすとかって言うわけですよこれはもうある程度ね、えーまあ、みんなじゃないにしても市民権を得ている共通認識かなと思って言っているわけなんですけどもそれに対してですねそんなんなななな決めつけじゃいいいかとかととでですね、えー、みんなではないよという,ふうに言ってくる人もいるわけなんですねも,うもちろん私も全員と思って言ってないんですけどももう会話としてはだいぶねおかしな方向に行っちゃうわけですね、えー。こちらとしてはそこを指摘されてもしょうがないなって思うところでもあるんですけど相手にとってはそこは気に入らないということもあるわけですね。 もう話は盛り上がらずに終わるっていうことになりました、まあ、同じように話していてもですね真逆と言ってよいほど異なるフィードバックを頂くっていうことは結構ありますこの辺りはですね相性の部分が大きいいいなというううに思うように思よしています強く共感してくれる人がいればその分ですね強く反感を覚える人もいるというその両面性については認識しておくべきかなと思います と、はい、ということで最後ですね、もう深く考えすぎないことも必要ですよという話です。自身の事業について話すこと、あるいは自分の熱意を持った考えを話すこと、あるいは、えー、就活ですとか転職活動における面接ですね、自分の思いを初対面の相手に話すことがあると思います。このようなケースでは、本当に相手によってね、反応は様々です、えー。熱意を持っていることほどですね、もたらされる反応も様々である、真逆のケースもあるというふうに考えてよいかと思います。 相手の反応はいまいちであった時ですね自分の伝え方が悪かったのかなと思い悩むこともあるかもしれませんが深く考えすぎないこともこの場合は大切です自分の思いをねじ曲げて伝えること自分を偽って伝えようとすることはその場はよくてもですね後々の関係性まで考えるとよいことはないんですね立て続けに良くない反応ですとかねフィードバックをもらっていると迷うことや自信をなくすこともあるかもしれませんがそういう時こそですね相性はあると。 会う人もいれば分かってくれる人もいるこれをねしっかりと思い起こすべきです必ずいますからね大きな成功をつかむ人ほどですね最初の最初っていうのはほとんどの人に対して理解されないもしくは辛辣なフィードバックをもらっていたっていう人は本当に多くいますね論理展開ですとか感情の入れ方話し方などにおいて日々の反省はもちろんね大切ではあるんですけどもその中でも自分の核となる考え方については 自分を信じてまあ、話し方なんかを微修正しながら突き進むっていうことも非常に大事かなというふうに思いますはい、最近自信をなくしている人はまあ、相性もあるんだなということも思い直す機会にしてみていただければと思います今回はこのあたりで失礼いたしますご視聴ありがとうございました